ハメンクブーの10世は、インドネシアジョグジャカルタのスルタン、ジョグジャカルタ特別州知事である。1989年に行われた、大冠式の様子1946年に、ジョグジャカルタで生まれる。父のハメンクブーの9世は、他の君主と異なり、インドネシア独立に協力的であったため、インドネシア独立時に、ジョグジャカルタのスルタンとして、特別な地位を与えられ。 世襲制の特別州知事となった。1988年に父が死去すると、スルタン位を継ぎ、副知事のパクアラム八世が知事を務めた。1989年3月7日にスルタンに即位する。ジョグジャカルタのガジャマダ大学法学部を卒業後、インドネシアビジネス協会会長、スポーツ委員会委員長などを歴任し、 1996年7月からは、ジョグジャカルタ特別州知事顧問を務めた。ハメンクブルの10世は、父の姿勢を継承して、インドネシアのナショナリズムの精神的支柱となり、1998年5月14日に、発生したスハルト政権に反対する学生デモを支援した。同年に、パクアラム8世が健康問題から引退すると、スハルトの公認ユスフハビビは、 ジョグジャカルタ特別州知事の世襲制を廃止して、選挙制を導入したが、州議会と市民の強い要望から実質的な選挙は行われず、ハメンクブルの10世が選任された。ハメンクブルの10世は副知事を置かずにいたが、2003年からは、パクアラム9世を副知事に任命した。2008年4月、同年の任期を最後に、 州知事職を辞すると表明したが、10月8日、ジョグジャカルタ特別州知事としての任期を3年間延長する、胸の大統領令が出された。10月28日、2009年夏の大統領選挙に、ゴルカルから出馬することを表明したが、落選している。2008年5月、日本インドネシア友好を50周年とジャワ島中部、地震復興支援に対する感謝及び反省。 淡路大震災からの復興過程を学ぶため、大阪、京都、神戸の3都市を訪問した。2012年8月30日、インドネシア政府とジョグジャカルタ特別州政府との間で合意が成立し、再び特別州知事の地位を世襲制とする法律が制定された。現在は歴代のスルタンが暮らしたクラトンに住んでいる。ハメンクブルの10世は王家の伝統だった。 一夫多妻制を廃止し、女性の権利の拡大を推進している、王妃の平スとの間に五条を設けた。男子の着手がいないため、スルタンくらいの継承問題が懸念されている。1991年に、上皇秋人がジョクジャカルタを訪問した際、ご参会が開催された。ありがとうございます。